国民突撃隊は第二次世界大戦終盤の1944年9月25日の総統命令によりドイツ本土防衛に備えて創設された軍事組織である。突撃隊とは日本語名称が似るが別の組織。16歳から60歳の民間人で構成されており、指揮官も軍人ではなく、ナチ党の地元指導者が任命された。 これにより1180個大隊の新しい兵力の創設が予定されていた。ドイツ国防軍はスターリングラード攻防戦の敗北以降、慢性的な兵員不足に陥っていた。1944年7月には国民的弾兵士団を編成し、14から50歳までの男子を動員した。しかし、同年後半になると連合国軍は東西から ドイツ本土に迫り事態がさらに深刻化した。このため、強度を守るために、一般市民を最低限の訓練を施した後、強度防衛の緊急度に応じて第一次召集、第二次、第三次、第四次と計画されていたが、ニュルンベルク法が規定するところの、第一級ユダヤ人根血者は、対象外とされた。編成としては、一個大体には四個の中隊。 一個中隊には四個の小隊、一個小隊には三または四個の分隊で構成され、これをドイツ全土を42に分割した地方隊の指揮下に置き、警備と居住地区の防衛を任務としていた。東プロイセン大管区指導者エイリヒコッホが組織した紙幣集団民族突撃隊をモデルに、ナチ党官房長マルティン・ボルマンが相当アドルフ・ヒトラーに編成を進言した。 このため、長母などは大歓起ごとだった。1944年11月12日に、国民啓蒙、宣伝大臣、大ベルリンクダク指導者、ヨーゼフ・ゲッペルスがビルヘルム広場で行われた、入隊戦正式に演説をする姿が、ニュースフィルム、ドイツ週刊ニュースに収められている。傍らに、中毒日本大使の大島博中将の姿も、見られた。 国民突撃隊のカフタイトル動員された兵士の、質は一般部隊とは、格段にばらつきが大きく、第一次世界大戦に出征した経験を持つ子さんも、いれば、老人、10代前半の子供もいる寄せ集めであり、士気も、お世辞にも高いとは言えなかった。さらに、大戦末期のため武器不足が深刻で、大戦車攻撃用に大量生産された使い捨てのパンツァーファウスト以外は、 小銃は愚か、拳銃でさえ、前代戦時のものをかき集めてもすべてには行き渡らず、六角したものをそのまま使ったり、個人所有の両銃までも借り出したりする始末だった。その上、銃を支給されても弾は満足になく、小銃一丁につき銃弾が三十発も支給されれば、良い方だったという。当然、補給は、ほとんどなかった。例えば、 カルカの M1891 が極度の武器不足のため中イタリアドイツ軍部隊のみならず、ドイツ本土の唐突撃隊に支給されたが、後者の場合では弾薬の供給が困難であったことが今日に至るまでその状況が伝えられている。支給される銃にしても VK98 のような簡易、戦時生産型もあった。とにかく数を揃えることを目的に生産されたものなので、 相談数など、基本的な使用すら個体差が大きく、その質も安定していなかった。また、武器と共とに、物資も不足していたため鉄かと等も満足に、行き渡らず、制服に至っては、国防軍から提供される軍装では、到底足りなかった。そのため、露格された、外国軍のヘルメット、ヒトラーユーントやと機関等の党組織や、ドイツ国営鉄道の制服、作業服、 さらに、ワイマール共和国以前の旧式軍装を流用、改造したり、私服に暗章をつけたりしただけのものまで出るという、ありさまだった。不十分な装備の老兵が目立つ、国民突撃隊に対して、国防軍からは、様々な別章がつけられた。装備も貧弱で、訓練もろくに受けず、戦闘経験がほとんどない指揮官が多数を占めたため、 戦力的にはないよりましという程度の存在であった。また、連合国軍との戦闘やその後の廃山兵狩りで多くの一般市民が巻き添えを食う原因となった。国民突撃隊の階級章。1、分隊長。2、小隊長。3、中隊長。4、大隊長国民突撃隊は、陸軍、海軍、空軍、武装親衛隊とともに、 多大な犠牲を出しながらも前線し、ベルリン攻防戦では正規軍にも劣らない活躍を見せた。しかし、国民突撃隊の指揮官は能力よりも、党や指導者への忠誠心の度合いによって決まっていた。戦場では死死命令が乱発され、結果多くの国民突撃兵が戦死した。AB 広田敦し、WW2 ドイツの特殊作戦を恐るべき無法と、 無謀の集大成第13章、人道部隊、ドイツ週刊ニュース741号、1944年11月16日、セキクスの帰省、ヒトラージョーク P200。ありがとうございます。